奪って帰ろうかな。絶対乗ってみたい。いや3号もいいけどやっぱ3、4もかっこいいよな。3号は何の？3号今テレが乗ってるやつ。3、4は？3、4はそれともう1個前のやつ。あ、そうなんや。ワイルドスピードのやつ。あ、先進は36。いや36まだない。なんか新しいやつってなんやったらマーズみたいな。知らん。アリアじゃなくて？あ、違う、あのスポーツカー系の日産のやつ。知らん。出てないっけ？分からん。出た。車好き？意外と好きです。あんまり知られてない気が。俺の車好きですか？うん。で、あ、フェアレティ Z。 あ、全然違う。マーズのとこ。びっくりして振り返っちゃったよ。びっくりして振り返っちゃった。マーズ、これこれこれ、フェアレティ Z。 ありそうな名前っちゃ名前だ。いやだから、え、なんやろうって今ずっと頭で考えてたら、あ、これこれフェアレティ Z。 全然違えない。びっくりしたよ。そう、一文字もあったの。 Z 出たよ。 Z 出たよ、めっちゃかっこいい。これあれやんね、GTR と違うやつ。またそう、違うやつ、弟分みたいな感じ。あ、そうなんや。弟分なの。スポーツカーの中では GTR が一番上のランクで、その下が Z みたいな。で、それ黄色のやつ。そう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 。それ、それあれだよ、限定車の黄色だって。あの日産のギャラリーとか置いてあるけど、めっちゃかっこいい。確かに。マジで乗りたいもん、Z。 GTR、 いや、それいろいろ混ざってマジンガー Z やし、ギャラリー Z やし、 GTR-Z もぐちゃぐちゃやけど。使えないですか今。著作権かけない。いや、著作権は全然ない。なんで YouTube 行こうと思ったの？ LINE ライブとかいろいろ一緒にやらせてもらって、選手同士の会話とかってめちゃめちゃ面白いなと思って、出したら喜びそうだなと思ってやった。いや、普段さ、試合のとこしか見らんわけよ。確かに。そういう見えないところを見させてあげたいっていう。そう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 。すごいいい人です。すごいいい人です。トリチここに来てめちゃめちゃ褒めだ。出れるよ。今いろんな人とやらせてもらってるから、こういうところついて行かせてもらってやったりすればファンの人が嬉しいだろうし、サッカー選手である以上応援してもらうことがパワーに繋がると思うから。確かに。ウィンウィンの関係とかですね。そう。なんならトリチさんも入れてウィン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 。いや、4位。ウィン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 。4位。ウィンウィン。全部こう。選手として応援してもらうためってブレではなくて、どんな活動でも最終的にはプロサッカー選手松原健を応援してもらう、岩田智樹を応援してもらうっていうところに全部つなげるっていうところがあって、時代が時代だからクラブによって考え方とかも全然違う。選手個人にフォーカスすると30人選手が大体各チームいるとして、月に1回そういうコンテンツに出るか出ないかっていう世界だから、確かに、まあ、やっぱサッカーだけ、こう試合の時だけってなってくると深い関係とかになってくるとちょっと難しさもあるのかな。まあ、もちろんサッカー選手だからそこが第一にあるのはあれなんだけど、逆にそういうパーソナルな面とかってもっともっと知ってもらったら応援してもらえたりするようになるんじゃないかなっていうところが始まりかな。すごいっすね。なるほどです。なるほどですね。サッカーのスケジュールが優先だし、そこを覆すつもりは全くないんだけど、まあこういうちょっとした時間があれば、試合間隔空いた時とか、まあ、楽しみながらやれるのが一番だと思うから。間違いないです。まあ、自分で言うのもなんだけど、ケニーさんとかもあんまり気使わないでやれるのも自分の強みかなと思ってて、みんなと年齢近くて一応スタッフとしているけど全く気使う必要はないし、だからそこら辺とかいいんじゃないかなと思う。自分の良さってことですか。自分の良さだなとは思ってる。逆に運営がいると気使わない。まあ、全然そんなその気を使えようって意味じゃなくて、上が俺だし、テルだし、高くやから、もっと上とかだったら気が使ってるっていうか、緊張はしない。緊張、いや緊張します。あ、それ緊張します。そうなの。未だにしますよ。マジか。全然緊張します。テルさんとかと久々に会った時に、テル怖い。怖くはないんですけど。いや、だっていつも LINE で俺に助けもじゃあ、読めない。絶対使ってよ、ここ。読めない、うん、ケニーさん、助けてくださいっていつも俺に LINE してで、毎回しかもテルさんから返信ないんで助けてくださいって既読ついてて返事ないときとか、あ、で、テルさんこれ、よく持ってへんのかなじゃないけど、思っちゃう。確かに。そんなことないんだけど。テルは、テルのペースで返すから、一回多分見て、で、自分で考えて、落とし込んでから多分返すんだけど。
その落とし込みがすっごい遅い。考えるかまあ後でいっかって思ってそのまま忘れられる。そう考えたんですよ。なんかこの感覚味わったことあるなって、あって思ったけど、学生時代に好きな子と連絡取ってた感じにすごい近いものを感じてる。神話だかな。神話だかなで、やばいね。でテルさんからポンって返事来て、それこそこの間もなんとかだな笑ってきて、ああよかったーみたいななんか。わからんでもない。何もうじゃこの後それでは聞いてくださいみたいな。ラブソング出しちゃうのっていうぐらいの感覚なのね。確信に近かったです自分の中で。それを俺すぐ返して。もうちょっとじらすわじゃん。それの方がいいんですよ。そっちに越したことはない。もうちょっとじらすわ俺も。ケン君簡単と壊れちゃった。いや完全に。すぐ帰ってくる。こいつ帰ってくるからまあ邪険に扱ってもいいやと思われてる。たまにテレさんすぐ帰ってくるときあって、そうするとあたりにもう連絡入れるんですよ。今行けるタイミングだと意見ぐらいでもらう。やっぱ読めねえなテレは。テレさんらしいっちゃらしい。間違いない。お5523じゃん。セレナンバー。そういうのね結構見るんだよ。一般で走ってるこの日産車とか見て、23とかあったらこの人日産好きなんだなとか、 あと1123とかで良い日産いい日産ね。でさっきも5523だからやっぱ日産車好きなんだなって思って、やっちゃい日産的な方。そういうの見るとやっぱちょっと親近感。ファミリーこれ。日産ファミリー。日産もファミリーだから。マリノス日産の本社って港未来。あそうそう、あれが本社。そうすごい。でたまに行く見る。あ見るだけ。うん、あの下のギャラリーで車見たりしない。あ行ったことない。あ本当。結構楽しい。入っていいや。うん、普通に一般開放されてる。連れてったらめっちゃ喜ぶ。3歳で車好きってマジですよね。超好き。陶器の子供やけどさ、やっぱ晴れ男じゃん。やっぱ晴れるっていう字使って、やっぱ流れるっていう字、山水のあのさ、うん、やっぱ九州出身やし、九入れた方がいいと思う。ハルペン。絶対ハルペン。めちゃくちゃいいなと思ったよ。でも晴れの後に流れる、なんで流れる。晴れ流れたらダメやろって思う。もう流れる来た瞬間分かってる。悪くやん。でも晴れるっていう字もいいよね。うん。取り違いってマジすごくないですか。でも嘘でしょって思っちゃったんですけど。でもやっぱさ、由来がもちろんあるわけじゃん。でも取り違いってやっぱ取り違えるしか俺思い浮かばない。知的にも一応九州の仲間なんですよ。え、そうなんですか。鹿児島でもう説二つあって、で一個ケリさんが言った、うっかりさん取り違えたみたいな。あともう一個取り違いもんって地域があったら知って、その人たちが取り違えてた。あーいう、そう二つ。じゃあその地名ってこと。地域。地域。へえ。鹿児島の人に言っても取り違いなんて聞いたことないって結構言われました。あ、そうなんや。いやすごいっすよ。最初さ、だから取り違いまだマリノスいる時に取り違いですって言われたから、飛ぶ方の鳥やと思って。ああ確かに。だからさ、まあ、いつも通りもじってさ、おい牛とか言ってさ、全然振り向かねえ。意味わかんない。牛で。全然最初わかんないから、結構強めに言われて、釣りやっと、あ俺か。牛？あなるほどね。鳥のあれでね。ちょっと勘違いしてるわって思いました。字違うんだよなとか言って。鳥やからさ、あと豚と牛や、具的にやわ。でもさ、おい豚って言うとさ、めちゃめちゃ悪口に聞こえるんでしょ。でも全然太ってもねえのに、おい豚とか言ってもさ、なんかシンプル悪口に聞こえるから、おい牛とか言って。ちゃんとそこに今、優しさがある。ちゃんと愛があったもん。でも初めてだったから、今までの散々名前で間違いだの、こっちではあった勘違いだの。そっちは結構あって、まあまあまあもう慣れっこ。牛は初めてすぎて、そっちみたいな。でやっぱそういう事例あったんですか。あった。てか結構今でも普通にある。集合場所間違えた、間違いじゃんって言われるんですか。違いのところにかけられてる。てか 99%、 1%、 1% が俺ってこと。え？よっしゃ、その 1% 取れたら嬉しい。なかなか取れんからね。トリチの概念を覆した男ってことでしょ。鳥じゃなくなったから。違う動物になったから。鳥じゃないのよ、そもそも。そもそも、ね、そもそもノットワードなのに。やっぱ漢字を知らないっていうのがやっぱ最初にある。じゃあマリノスに来ていい発見できた。間違いです。器でまとまりました。受け皿が、受け皿でかくなってるけど。何が正解なんですか。牛って言われて。いや鳥です。鳥でいいですか。鳥でもないんですけど。鳥
りでもないけど、いや鳥ですが一番大丈夫。初めて言った中での完結はそこ。誰がもうもうやん。あ、それでいいの。難しいな。難しい。あれでも2年前とか1年前、2年前、2年前なの。2019とか3年前ぐらいじゃないですか。3年前の。まっすぐだそこ。まっすぐだ。いやいや、まっすぐやぞ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、いや、まっすぐやぞ。いや、この前やってましたね。